グローバルフライヤー、スケールドコンポジッツモデル311、バージンアトランティックグローバルフライヤー、スケールドコンジッツモデル311バージンティランティック、グローバルフライヤー、登録名、N277SF は、バートルータンが設計し、スティーブ・フォセットが2005年2月28日から2005年3月3日までの67時間1分に、単独、 無着陸での世界一周飛行を行った航空機である。時速 590.7km の飛行速度は、ルータンが設計したボイジャーによる9日と3分で平均速度時速 186.11km の以前の記録を破り、無着陸、無給油での世界一周飛行の最速記録となった。この航空機は、バートルータンのスケールドコンポジッツによって製造され、 リチャード・ブランソンの航空会社であるバージンアトランティック航空のスポンサーによりパイロットのスティーブ・フォセット自身が所有した。以前にこれらの会社はバージン・ギャラクティックでの共同事業を発表していた。2006年2月8日から2006年2月11日までスティーブ・フォセットは歴史上最も長い飛行距離を達成するためにグローバルフライヤーを飛行させた。 グローバルフライヤーは無給油で世界を一周するために作られた数と乗りの航空機である。現代の民間機としては珍しい単発ジェットエンジン機である。グローバルフライヤーの形状は短い胴体ナセルの外側に2つのテールブームを取り付けた形となっている。コックピットは油圧されており胴体前方の約2メートルのスペースにパイロットが着座る。1機のターボファンエンジンが 胴体の髪型、コックピットの後方1メートルほどのところに搭載されているのが特徴的で、ハインケル HE162 サラマンダーやと同様である。外側のブームには大型の燃料タンクと後端に尾翼が取り付けられている。尾翼は連結されていない。機体は炭素繊維強化プラスチックでできており、主構造部材は35メートルの一体型よ桁の。 高アスペクト比の翼である。この翼は高強度複合材料で作られており、機体のスキンはグラファイトエポキシとアラミドのハニカム構造である。軽量な材料を使用したことで、離陸重量の83%は13個のタンクに入った燃料が占めている。この機体の要抗比は37である。空力的な効力が非常に少ないので、エンジンをアイドルに絞っても、 機体は毎分700フィートの降下率でしか降下できない。着陸時のスピードを落とすためにを使用する。先代のルータンボイジャーは設計上の不具合で機体が非常にしなりやすく苦労したため、グローバルフライヤーは剛性を高めた。グローバルフライヤーのエンジンに単発ジェットを選択したのは、プロペラエンジンと比べて信頼性が高く、また単独世界一周の所要時間が短く、 できるからである。グローバルフライヤーは気温が低い高か旅を飛行するように設計されているが燃料ヒーターを搭載していない。通常のジェット燃料を使用すると凍結する恐れがあった。このためグローバルフライヤー用のウィリアムズ海 J44 から3圧ターボファンは燃料構成を施してジェッツ A ではなく凍結点が低いジェッツ B ジェット燃料を使用している。 2005年1月、カリフォルニア州、モハーベ空港で、チーフエンジニアのジョン加工と操縦士のスティーブ・フォセットが、単独テスト飛行をした後、グローバルフライヤーは、カンザス州、サリナに移された。サリナ空港は3750メートルの滑走路の、再舗装をしており、長距離の離陸滑走に適していた。グローバルフライヤーは、壊れやすいため、世界記録への挑戦は、気流が、 穏やかになり、背風が良くなる2005年2月28日まで延期された。管制センターは、サリナ空港に近いカンザス州立大学、サリナキャンパスに置かれた。国際航空連盟が規定する世界一周の定義で、歩きた回帰線の距離にあたる 36,787.559km を飛ぶためには、背風が欠かせない要素である。 グローバルフライヤーは最低限の予備燃料で世界一周を成し遂げるように設計されている。後で分かったことだが燃料中期システムの設計不備によりフライトの序盤で 1200kg もの燃料を無駄にしていた。これによりスティーブ・フォセットと管制センターは日本近海の太平洋で飛行を中止するかどうかの判断を迫られることになった。スティーブ・フォセットはハワイに到達するまで その判断を先延ばしにした。この頃には、風が変わり、世界一周を完成できる見通しが立った。バージンアトランティックグローバルフライヤーは、世界標準時刻2005年3月3日17時50分、米中部時刻13時50分に、サリナに着陸し、世界一周を2日と19時間1分46秒で、達成した。2014年の時点で、このクラスでは、 世界最速の時速時速 550.78km であった。飛行距離は 36,912km で、最低限必要とされる距離とはわずか 125km の差だった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。